はい、どうもー、はい、どうも、今週も来ました、36話、はい、ギャーン。あれ、なんか洒落たシャツ着てますね。いや、体、シャツというか、体からにじみ出てきた、この嘘やん、穴からめちゃめちゃこれあれじゃないですか、もしかして。そうですよ、オロビアゴ。おろろ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 ろ
夏ですからね。まあ夏ですからね。ザキさん。ザキ様ということで。はい。はい、まあそんなね、グッズの方も盛り上がっております。ジョジョアニメ第5部。ね、いやいや、クライマックスもクライマックス。はい、30億は。いやー、まあ先週ね、ちょっと、ナランチャが行ってしまって悲しかったんですけれども。ただし、僕の中にはまだいるよ。あ、まだいる。まあみんなの中にね、はい、きっといることでしょう。はい。今週はね、矢を追う。話でございます。まあ言うたこう、いろんなスリルというかね。うん、そうですね。ハラハラドキドキな展開で、はい、ディアボロも隠れたり、出たり。入ったり、出たり、入ったり。いや、面白かったですね。30分早かった。いや、本当に早かった。ねえ。もう、28分ぐらいしか経ってないのに。それやったら、前も言ったけど、そうやって十分見た体ですわ、それは。28分実際やってないし。本編は多分もっと短いから。いや、でもほんまに面白かった。ちょっとサスペンスというか、結局どこにディアボロが潜んでるか、はい、誰と一緒に潜んでるか。そうですね。がメイン。うん。そうなんですよ。緊迫した。緊迫したね。ディアボロも、ディアを追いかけたい。うん、そう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 。ジョルノはそれを見抜いて、はい、誰に、隠れてるかをこう、うん、当てるということで、面白い犯人当てみたいなところもね、うん、ありましたしね。あそこはやっぱ良かったですね。血の雫でね、こう一人一人近づいていくところは。そうそうそう、ミスターの言ってることも分かるんですよね。ねえ、だからミスターがむちゃくちゃ焦ってるって。そう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 。まあドンって血のしぶきがね、飛んだ血のしぶきで、じゃあ雫がね、そうそう、飛んだって。アニメ見ながら、飛んだって。すごいわ、あれ。見ましたか？ねえ。知ってんのに。時が飛ぶっていうのは。そうそう。はいはい、まあ前後しますけど、はい、その前にね、まあ最初がドッピオの。あ、そうそうそう、カットされたドッピオの。下りがあそこに入って、うん、まあ良かったんじゃないですかね。良かったですね。つながりとしては全然ありました、うん。そんなところにいたんですかっていうね。寂しいよーって、また電話してくださいよーって。そう。そこが最後がちゃんとした電話やったっていう。うん、切ない。今までおもちゃとかソフトクリームとか、最後はちゃんとした電話。まあ、つながってはないかもしれないですけど。そうだね。そう、ちゃんとね、電話が落ちてたというね。良かったですね。ほんで、魂がこう入れ替わるということは別の何かに入れ替わっていくという。そうそうそう。ちょっといまいち僕は未だに理解できてないんですけど。いやー、そうです。ジョジョラーの 99% はよく分かってないですね。ポルダレフさんはつまりって言ってるんですけど、つまり、つまりになってないんですよ。それがレクイエムのっていう。そうそうそう。よく分かんないですね。そう。まあ、ちょっとまた、偉い人に聞きましょう。偉い人にね。有識者に聞きましょう。どういうことや。いやー、でも有識者にもつまりって言われそうな。つまり。結局ね。原作よりちょっとグロかったですね。いや、変化が。前から僕はグロいと思ったんですけど、ニョキッと出てる、ね、うーとか言ってね。中がバカッと。違う何かに。あれはだから、なんでしょうね、まあ、今後ちょっと あのネタバレなのかもしれないけど、6部の話とかもちょっとかぶってるんですかね。うん、まあ確かにね、うん、こう世界がっていうのは。そう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 、確かに確かに。まあちょっとそのまた有識者に聞いてみましょう。そうですね、はい。6部の場合はあれ、あ、でもそうか、精神もみんな忘れてますね。そうそうそう。5部も、まあなんかわけの違う個体が変わるっていくという。そういう。ちょっとだから、恐怖ですけど、気持ち悪い恐怖ですよね。違うものに、うん、自分がどんどん変わっていってて。いや、怖いですよ。意識もちょっとは分かってるっていう。そうそうそう。ミスターが言ってましたけど。ね。最終的には、怖い怖い怖い、そう変わっていくという。ミスターじゃない、あれ、トリッシュやね。え、やかしてる。ああ。体の中トリッシュをね、言ってましたね。言ってましたね、あれがね。まあ、トリッシュで言うと、はい、あのシーン良かったですね。なんですか？まあ、あんたを乗り越えるみたいな。ああ、はい、ボスに、うん、まあ、一杯食わせるというか。そうですね、チュインガムのようにも、ね、ビョン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 って。ちょっとアニメはちょっと伝わりにくかったですけど、いきなり穴開いてたから。あ、穴開いてるんですね。そう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 。弾丸をチュインガムのようにしてね、うん、こう、弾き飛ばしたつもりでくっついてたっていう。いやー、トリッシュの確固たる意志が、まあ、あの辺ちょっとね、だから展開早いんで、うん、よくわからないんで、もう一回見てください、皆さん。そうですね、はい、初めての方はちょっとわかりにくいかもしれないです、スローモーションでもう一回見てください、うんうん、まあ、いやいやいや、まあ、それでついに私を怒らせたということで、名言ですね、ボスはあれですね、うん、最後の方に名言が詰め込まれてますね。まあ確かにそうですね、うん、まあ、その、いいか悪いかのあれは別として名言が多いという迷うもあれ、そうですね、うん、そうなんですよ、まあ、ボスは怒ってで、ね、ディアボロ浮上って言ってましたけど、はい、実際、あれなんですね、
そのまだ魂が戻った後の浮上じゃなくて、そうですね、あの出てきキングクリムゾーンが出てきたっていうことですね。なおかつ最後は頭上を飛び越えて、そうそう、ヒルヒルヒルって、そういうことだね。あれだからちょっと分かりに、僕あれでコミックで読み返したんですけど、はい、結局ミスターの体を吹っ飛ばして、うん、そうですね、矢に飛んでいくっていう、こう、こういう、だからあれボスもちょっと苦しんでたから自分に腹パンしたまだ、ね、乗っ取ってるから、そういうことですね、イコール自分の体でもあんねんけど腹パンしてやる、腹パンして吹っ飛んで死にますよ、危ない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 、うん、上太郎並みの、そうですよね、むちゃらけ並みの覚悟ですよね、そう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 、うん、ほんまにあれは危険な賭けですよ、うん、ほんまに体ごと吹っ飛ばしてこう矢に追いつくというね、そうですね、そういう流れだったんですけど、うん、分かっていただけましたかね皆さん ね、 ね、そうなんです、まあでもジョルノはジョルノで冷静やし、冷静ですね、モグラとかモグラアリ良かったですね、パチンって言って、ああパチンって、あの矢の塚の分はアリが食う、一気に食ってバラバラバラいやすごい、あれもかなりハイペースな展開で、よくわからないこの辺が展開がすごい、漫画読んでるとよくわからなかったというのが多いんですけど、うん、アニメだったらまだわかりやすい、そうですね、まあぶっちゃけ僕はあの光は地震の後ろにあるんだあれも正直わかんないんですよ、よく波及を、僕もわかってないです、そうそうそう、なんでこんなところにあったのか、そう、あれ、うん、解釈が、何のシステムやねんってそう、そうなんですよ、システムがちょっとよくわかんないんですよ、わかんないですよね、うん、システムなんですよ、弱点っていうんかな、ね、うん、あのシステムはよくわからんから、だからアートはちょっとなる、全然ない、ね、振りもないし、ね、そう、振りもない、急にディアボロが発見してそう、ここだ、そう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 、ちょっとおかしな人ですよ、そう、変なポーズでね、ここだって、うん、おかしな人ですよ、あれ、体硬かったら届かなかった、そう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 、結構ギューンってやってますから、ね、もしちょっとやってください、いや体が硬かったら届かない、あれあれって、あ、いいですね、あれ、お前分かってんのにみたいな届かへんって悲しい、お前ね、まあそう、あのシステムちょっと待って、有識者に、この辺りちょっと有識者に、そうですね、どういうことや、答えれるかな、またそれもちょっとね、動画撮って、ね、はい、確かにね、ね、やってやりたいですね、影と光みたいなんで、よくわかんねえな、ほんとにほんまにつって、まあでも、すごい面白い展開で、詰め込みで、いよいよ、さあ、あの矢尻が誰の手に渡るかということでね、ポリエシュって言ってね、うん、終わって、ただ、はい、もう皆さんご存知だと思うんですけども、ご存知、ピラニアですか違う違う違う、もうそのくだりはね、昔ありましたけどね、はいはい、アニメのなんか情報ツイートで、はい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 、まあなんと、なんと、次回37話で一旦終わって最終回38、9がスペシャルで1時間放送だという情報が、ね、劇場版じゃなかったんですねそれはもう濃すすぎますよえ、1セットで1時間ぐらい、ね、そうですね、だからまあ言ったら原作知ってる人はもうご存知ですけども、はいはいはい、まあ、最後にね一つエピローグがありますので、はい、そしたらもう来週で最終回ですよ、全部やっちゃうのっていう、あ、確かにまだこれは難しいですよ、ねえ、いろいろありますからね、ありますよ、ほんまに、どうすんの、どうすんの、気になる、ほんま、その情報、ね、え、だったら僕の誕生日ですよ、あ、来週最終回というか、まあ一旦の最終回みたいな、一旦の最終回、まあもう、あ、終わってますけどね、日はまた、日はまたちょっとあれですけど、はい、そうですね、やべえ、気になりますね、来週でキングオブキングス、王の中の王、ね、そこで終わるのか、それともちょっとその 1時間のスペシャルに組み込むのか、あ、いや組み込むのはきついな、ね、ちょっと、ただ月末でしょスペシャルは、あ、そうです、ね、4月末なんでだいぶ空きますね、そうですよね、頭からケツまで、そうなんですよ、そ、耐えれるかな、いや怖い、まあ、劇場版じゃなくてよかったのと実写版じゃなくてよかったのと実写版おかしいでしょ、 DVD 特典じゃなくてよかったの、あ、確かにね、そこは思いますけどね、まあいろいろちょっと楽し、展開楽しみです、ね、それも含めて続報もね、はい、気になりますね、はい、ということで、はい、はい、まあそんなも気にしながら来週なのかどうなるんだ、終わっちゃう、終わっちゃう、ね、このアニメ語りもどうなっちゃうのか、はい、気になりますけども、はいはい、ということで、まあちょっと今週はこの辺りで終わりましょうか、はい、はい、ということで今週は以上になります、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、どうもトンペティーズです、よろしくお願いします、いやー今週もね、うん、あのカメナレフさんが大活躍でしたけど、カメナレフさんね、ね、うんうん、カメナレフさん、まあ、そういう僕もですね実は、はい、あのカメを飼ってまして、え、カメを飼ってた、
違う、あのサンブのポルナレフの走馬灯に出てきたカメオじゃないですよ。僕は言い方が悪かったのかな、はい、カメオを飼ってたカメオね、はいはい、ペットで、ペットで、そういうことです、そういうことで、いいですね、はい、そうなんですよ。いや僕もね、そろそろペット飼おうかなと思ってるんですけど、うん、あ、そうなんですね。なんかおすすめなんとかないですか。おすすめ、うん、いやでもやっぱまあみんな飼ってるのは例えば犬とか。犬、うん、あ犬ね、だちょっとね僕はあのトラウマがあってダメなんですよ、はい。そうなんですか。いや昔飼ってたんですけど。あ、そうなんですね。まあ、最初は、まあ、子供の頃ですね、はい、最初来た時はすごい生意気で、うん、ブサイクやなと思ったんですけど、はい、飼っていくうちにだんだんね気心が知れるんでしょうか、はい、顔つきも変わってきてね、こうキュッとこうね、最初目離れてたんですけど、キュッと変わってなって、男前になっていって、うん、男前、男前になって、それいいでしょ。日本語も喋れるようになって、ほないいやんそれもう、なんなわけないでしょうが。いやところがね、ある日ですよ、はいはいはい、羊が、羊、家におる羊がね、はあ、木箱に入れられたその犬を間違えて焼却炉に捨てかけてね。それダニーの方や、それなんやねん。ダニーじゃないですよ。いやいや、犬はダニーじゃないですよ。犬はダニーじゃないですよ。羊がダニーさんですけど、ダニーさんって何。ダニーさん、いやていうかもうそもそも羊なんかいなかったでしょうが。変な嘘ついても、俺は羊は、いやいやいや、なんでそこ向きになってんの。いやまあまあ、まあ冗談はさておき、はい、いや、まあ、子供の時にすでにもう結構おじいちゃんの犬でしてね。ああそうなんですね、うん、うん、まあ、人間で言ったら、80歳ぐらいですか。もうめちゃくちゃ長生きや。結構長生きなんですよ、その時。すごい、うん、で、まあ、家帰ってきたらね、それでも僕のことを迎えに来てくれるんですよ、部屋から出てきて。ああ、かわいいですね。足元スリスリしてかわいいんですよ。ああ、かわいいですね、うん、まあ、人間で言ったらね、80歳のおじいちゃんが自分から部屋から出てきて、こう足元スリスリして、うん、よだれたらすぐ。想像したないわ、そんなもん。まあ、人間で言ったらそうやけど、でまあ、散歩連れて行ったら多分喜ぶんですよ。ああ、そうなんだ、ね、うん、電柱とか見かけたらおしっことかしてね、はい、まあ、かわいいもんですけど、うん、まあ、人間で言ったらね、80歳のおじいちゃんが裸になっておしっこしてるもんやと思うんですよ。もうええねん、その例え、気持ち悪いよ、もう。そんなね、年いった犬でも、メス犬見つけたら、ね、いや、喜びあるんですよね。ああそうなんですね。まあ人間で言ったらその80歳、もうええわ、もういちいちその80歳のおじいちゃんでイメージしたらないねん、気持ち悪いな。人間で言うてみて、もういいっすよそんな。いやほんでその犬はちょっとどうなったんですか。え、また生きてるよ。いや元気なんかい。よろしければチャンネル登録お願いします。